はい、どうもどうも、サホでございます。今回はですね、赤井くんが、パワプロのね、パーサカをね、ダイレクトマーケティングしてるところから3日目が始まります。はい、前回は、なんかキャバ嬢を泣かせました。はい、行きます。お、成功率100%。その後俺は眠れないまま夜を過ごした。会議の時は緑わざと泣いて俺を黙らせたのかもしれない。あまり秘密をばらしすぎると思わぬ反撃を食らうことがある。そうなんだよ。お前やりすぎたよ、前回は。就寝中。次の日。OK。行きましょう。警察が来るまであと2日。昨日の会議で裏の顔を持つ女緑で。黙らせたんかな。そこで俺は夜中考えた。全員に謝罪しよう。OK。謝罪しよう。早く。お前さ、5回5回言うってさ、なんか、マジで。怪しいよ。常識を考える6時、普通の時間、それ。くそ、正義が裏目に。こいつなんかうざくなってきたな。俺は昨日の一件でお前を見る目がかなり変わった。言ってる意味わかる？いいか、女子を、お前、すごいな、こいつ。俺は犯人とか言ってねえし。お前本当に怪しいぞ、俺。金沢や緑や上空証拠ばかりで、確信できるじゃない。俺は第三者目線で平等に判断してるから、と女引きの男が申しております。ちょっと寒いですけど。いや、エアコンどこ行ったんですかね。まあいいや。でもよかった。俺を疑ってるわけじゃなさそうだ。それじゃ、俺も部屋に行くよ。青木は一向に部屋に戻る気配がない。マジか。なんだ、部屋に行かないのか。俺もお前の部屋に行く。ああ、怖っ。何か不都合あるか。ないね。そうだね。大丈夫。来い、俺の部屋に。さあ、楽しもう。青木は俺の部屋をじっと観察していた。千秋の死体が発見されて、いえ、べっぱっぱい。昨日住むまで見てくれていいよ。むしろそれでけ、いや、だからお前、潔白潔白言うから怪しいんだって。空のグラスを俺に見せつけた。バルコニーに持って、やばいぞ。白雪を突き落とした後、当然部屋に持ち帰った。それな、飲み会をした日、酔い覚ましに、チェイサーだね。すると青木はなぜかクスクス。ブラックスの口に口紅がついて、やばい。確かにグラスを持ち帰った。ただそれは俺のじゃなくて、しお前さ、なんで2日も放置してたんだよ。バルコニーには同じグラスがあったよ。口紅がついてない同じグラスが。やば。まあ、やば。マジそれやべえぞ。アナザーと緑にも教えてやらないとな、隠しって言ってんじゃん。やばいな、お前。やばいな。青木、貴様の裏を暴いてやる。昨日みたいに弱みを握った青木には黙ってもらうしかないか。あの青木。いや、弱み握って黙らせるじゃなくて、マジで潔白を証明しないときついと思う。青木を黙らせろ。最後、赤井くんが敵になるのか、これもしかして。トイレに何かある？集団食中毒でも起きるのなら激しい争奪戦が予想される。なるほど。キッチン、これコンロある？あ、あるね。IH かな。リビング。よしよし。危ね。陰陽師開いた。ちょ。戻って。何しに来たの？ちょっと青木のことで聞きたい。青木君どうして？ああ、青木と少し喧嘩してさ。俺は青木のことをちゃんと理解したい。怖いな、こいつ。喧嘩は嫌。空気悪いのはみんなにも迷惑かける。青木君というより、すみれちゃんが青木君を好きなことなら、それみんな知ってるよ。付き合ってんの？マジか。
驚きはしないけれど、あいつら非公式に付き合う、とは何なのかよくわかんないけど。ありがとう、緑。青木と仲直り頑張るよ。サークルのためだから、オッケー。付き合っているらしいと。そして金沢がなぜか青木の部屋にいる。よう、金沢。どうした、お前。あれ、なんで青木の部屋に金沢がいるんだ。ああ、あいつ部屋を無人にしたくないっつってよ。俺に留守番押し付けやがった。青木がいなくなったか、青木を見るチャンス。ああ、てめえは NG だ。黒田が来たら追い出せ。そう言われてんだよ。母、お前ら喧嘩でもしたか。うぜえ。俺の証拠話してないみたいだ。いや、こいつの弱み握ってますやん。ゆすれや。そこをどうにか。青木もいないし。あ、赤いと喋れるようになってる。変なこと言うけど。白雪さん本当に死んだと俺もね思ってるんだよね。なんかね、白雪生きてそうじゃない。違うと即答するわけにはいかないし、ドッキリかとはともかく、どうしてそんな考えになったの。だよね。俺もなんか白雪生きてるエンドありえそうな気がするんだよね。赤い疲れてるのかな。そんな顔するな。急に後ろが怖くなってきた。俺大丈夫だったわ。うん、窓があるけど。白雪の幽霊を見たと考えるよりは、白雪が生きていた、そう考えた方が現実的だ。なるほどね。いや、俺もなんかあり得る気がするんだけど。まあ、それかもあの花のメンマパターンだよね。青木がもう、白雪の助走していると。まあ、そんなどうでもいいんですけど、スミレと話しましょうか。え、怖い。会えないで狂える。君思うほど今日を感じて。はい、怖いですね。誰だろう。え、まだ歌ってる。え、怖っ。え、めっちゃ怖くね。キッチン、キッチン、キッチンは別にね。うん、幽霊見たやつ。ちょっと待ってよ。なんか、なんだろう、物品の証拠が一つもないね。ちょっともっかい。別に追い出したいわけじゃないんだよ。青木はどこにいるんだ。風呂か。あいつ風呂、怖えな、あいつ。金沢は退屈そうだな。どうしたんだよ。どうしたもこうしたもねえ。俺が何のためにこの旅行を提案したと思ってんだ。確か親睦を深めるため。アホ、それは建前だ。女子と無夫婦な展開になる以外何があんだよ。小学生じゃねえんだからよ。すごいな、こいつ。スミレか緑、どっちでもいい。なんかこう、恋愛的な発展を望めねえもんか。誰でもいいやつ。ダメか。また後で来よう。まあ、なんか、そんだけかい。スミレさん。スミレ、あ。スミレが床にオーディオプレイヤーを落とした。その衝撃でイヤホンが抜けてしまった。会えないでくる。さっきの、なあ、その曲好きなのか。北のマナね。何、あんたも好き。ああ、俺もかなりのファンでさ、キモいんだけど。え、男が女の歌聞いてとか気色悪いっつーの。 あんたバカな、何バカなこと言ってんの。そうだよ、さっき歌ってたさ。かっこよくてイカチー、カグザイルだし。カグザイル、確かカグザイル肩にドテッコつかよ、お前。どっこらか。毎日高くてやっとチケット取れたんだよね。青木と二人でライブ行くの超楽しみ。そんなことよりさっきからオーディオプレイヤーが止まってるけど。あ、最悪だし。何この会話。直せない？直せる。ああ、お前直さないと。どうしよう。まだお前歌ってんの？怖いってお前。え、これ以上の証拠なしみたいなパターンじゃないこれ。あ、なんかあれ。どっかで見たことある。青木のか。ふんだふんだ。白雪とスミレの服のブランド、服のサイズ、化粧品のことが細かく書かれてる。緑置いて、キモいやんけ。確かに口紅見ただけで白雪と分かってんのキモいな。
青木の目星を白いですね、青木と、OK、あいつも変態だったってことね。うん、変態、こいつ変態。オッケー。あ、またトイレ入ってた。リビングには何も増えてない。キッチンも何も増えてないと。ほい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 。白木の部屋どうぞ。入れないっしょ。え、こいつ幽霊。あ、赤井の部屋調べられんじゃん。先月の反省も兼ねて上映会をしようということになっていた制作映像だ。普段は部長の青木が管理していて、ここで見るのは初めてだ。廃棄？なんだこれ。おっと？青木や金沢が試しに景色を撮ったものだった。これは確かに廃棄だな。青木と白雪が映った。みんな帰ったわね。こっち来いよ。でもみんな、お前二股かい。部屋に戻ってきたら大変だし。大丈夫、バレないバレない。あ、カメラ。おっと。お前そんな残しとくなって。はいはいはい。え、ってことは赤井も知ってるってことや。ペンライトや。赤井のやつ準備がいいな。え？どういうこと？赤井がちょっと謎すぎる。あ、金沢って機械に強い。機械、何も興味ねえや。ならいいんだ。スミレがさ、オーディオプレイヤー壊したみたいで。助けてくれたらお礼するって言ってた。お前は機械ダメだし、赤井にも。にでもか。おお、こいつはワンチャン狙いに行ったぞ。よし、ナイス。さあさあさあ、見てやろう。貴様の、すべてを。これはウィッグと洋服。白雪が来た。お前マジか。何メンマパターンですか、マジで。おいおいおい、スミレが取ったチケットだ。核ザイルって言ったかな。チケットのこの扱いどう見ても好きじゃない。食べかけのポテチがある。こう、お前マジか。助走してるな、こいつな。はいはいはい。あの花を見ている僕には、このトリックは結構簡単なんじゃないでしょうか。トリックでも何でもないんですけど。まあ、これで全部多分揃った。それでは、3日目ね、裏工作終了していきましょう。さあ、会議を始めます。まあ、ちょっとね、青木くんが女装癖ある変態だったってことなので、もう多分この空間には多分女子って全部変態なのかな、全員が。てかメンバーの逆 50% になってるし。もはや習慣に合いつつあるこの会議で毎回俺が責める。本当だよな。まあ、お前が犯人なんだけどさ。よし、お前の裏の顔を暴いてやろう。いい感じに弾圧力が高まってるな。白木殺しの犯人探しをする。あ、はいはい。アホキな、マジで。やめろやめろ。金沢探偵ごっこするの飽きないのね。探偵ごっこじゃねえ。はいはい。よし、かかってこい、アホキ。お互いに疲れるだけだ。よかった。だから俺が白木の事件の真相すべて暴いて、探偵ごっこは今日でおしまいにする。結局今日も探偵ごっこするんじゃないか。いや、ごっこじゃなくてお前当たってんだよ。だから全力で戦おう。白木が殺されたのは夜中と思われる。夜飲み会をして飲み会を解散した後、みんなはそれぞれどこにいたかを証明できない。分かっていることは、何者かがバルコニーから白雪を突き落としたということ。バルコニーから突き落としたっていうことは確かなの？ほぼほぼ確定だ。どうして確定かということについては、最後に白雪に会っていた人物に聞こうじゃないか。なあ、黒田。まあ、やべ。みんなの視線がいつも見まして痛い。青木は俺より圧倒的に尋問のあるやつだからな。青木の発言の信頼度は段違いだ。お前、あの晩白雪と会ってただろう。やべえ。やべえ。いや、嘘ついちゃいけないと思うんだけど、どうしてそう思うのかにしようぜ。ちょっとごまかせたね。
白を切るか。じゃあ教えてやろう。今日黒田の部屋で白木が使っていたグラスが見つかった。そしてバルコニーにも一つグラスが残されていた。それはおそらく黒田のグラスだ。黒田はあの夜白木とバルコニーで会っていたんだ。俺の推理では黒田と白木がバルコニーで会った後何かトラブルがあったんだ。まあ、そんなトラブルじゃない、一言だったけどね。白木を突き落とした後、黒田は間違えて白木のグラスを部屋に持ち帰ってしまった。どうだ、何か反論はあるか。黒田すげえうぜえな顔。でもここで引くわけにはいかない。前から一つおかしいと思っていたことが一つある。その前に一つ聞きたいんだけど、どうして俺の部屋にグラスが白木のものだと分かったんだ。そんな簡単なら口紅がついていた。そこがおかしいんだよな。口紅なら他の女子もつけているだろう。なんですぐ白木のものだと断定できたんだ。そりゃ見ればすぐ。え、いや、噛んだよ噛ん。今一瞬焦ったな。なぜ口紅が白雪のものと分かったのか。調べてるからだよな。黙れ、青木。そんなわけあるか。ふーん。あ、服にファンデーションついて。え、やだ。え、キモ。やだ。え、やだ。え、オカマな。ガチのオカマの方な。5本。口紅は消去法で白雪だと思ったんだ。スミレはあんな口紅は持っていないからな。スミレの口紅はわかるんだ。緑のかもしれないじゃないか。緑はいつも口紅をしてない。私もたまにするよ。そうだね。白雪のものというのは間違いない。バルコニーで白雪に会ったんだろう。はいはいはい。白雪のにはみんなの前では話せない相談があったんだ。もう一か八か言ってやろう。青木と白雪のその関係についてマジか。まあ、そうなるわな。別のものにする。アクザイルじゃない。ペナイトじゃない。これだ！ちょっと待っ。もう遅い。白木がしてきた相談は、白木が青木と付き合っていることについてだ。はぁ、でたらめに言うな。あべべ。ごめんなさい。咳でちょっとカットしました。本当だよ。なんならこの DVD を見てもらってもいい。ここに青木と白木がそれはもうイチャイチャしてるぞ。お前、お姉なのか何なのかよくわかんねえぞ。野獣ざまみろだ。ちょ、よくわからねえぞ。なんでスミレがあんなに怒ってんの。え、わざとって何か。スミレと青木は付き合っていたんだよ。マジかー。鈍感にも程があるだ。え、でも青木は白木と付き合ってたんじゃ。一から説明しないとダメ。やばいね。お姉で二股してて、化粧好きで女装好き。わけがわかんないよ。化粧好きと女装好きは一緒か。あいつがたぶらかしたんでしょ、あのクソ女。白木はもう二度と口を開けないようになってるんですか。すみれ落ち着いて。ちょ、みんな、お前めっちゃ油断してやん。油断じゃねえや。動揺してやん。すみれ話せばわかる。じゃあ俺はそそくさと部屋に。よし、勝ちだ。次の手打たないと。黒田ちょっといいか、青木。いや、とりあえず部屋に戻した。それよりお前への話が終わってない。話って、とぼけるなよ。白木を殺したことにする。殺してないよ。何かトラブルが起きたんだろう。やばいね。いや、これ、俺は戻ったぞ。うん。え、マジで？どういうこと？あ、まあまあ、そうなんだけど。なあ、青木は白雪のことが本当に好きだったのか。な？白雪悩んでたんだぞ。私は遊びなんじゃないかなって。そんなこと言ってないけど。本当なのか、白雪。もしかして白雪悲しくなって自殺？な、そ、あ、わけがわかんない。そんなはずないわって。わ？やばいな。はいはいはい。来たのはなとか聞いてたね。へえ、なんてか、核ザイルの方が、多分女の子聞いてると思うけどね。核ザイルが好きじゃないことを、何その証拠。
ライブチケットがくしゃくしゃにされていた。聞いたことがある。うん、盗み聞きやろう。というか女子っぽいを超えている。うん、女装、女装。ていうかなんでこれを出したまんまにしてて、あの金沢くんは気づかなかったのかなっていう。女装だよ。おかいが白雪の幽霊を見たって。いつどこか青木にそっくりだったって。いや、はい、勝ちです。まさかあの青木に女装趣味があったなんてな。いやー、ギャグになってきてない？このゲームが。落ち着けって。どうしたどうした、誰にも言わないで。言わないよ。わかったわかった、約束よ。うん、約束だ。ちょっと疑われたね。はい、というわけで3日目も、まあ、無事終了となりました。で、次は、まあ、ストーリーが動くかもしれない4日目の実況になります。ご視聴ありがとうございました。強がって強がって強がっちゃって笑